日本は世界的に見ても一番危険とも考えられる位置にあり、23年度は防衛費大幅増との見方が出ています。現在護衛艦加賀の F-35B 戦闘機艦載改造工事が進んでおり、とりあえず出雲と加賀での2隻での軽空母体制へようやく来ました。今回はこの護衛艦出雲と加賀の運用を詳しく見ていきますね。 F-35B 艦載でまた戦略の見直しが図られますし、日向や伊勢に無人戦闘機を艦載可能にするのも一つの手段とも考えられます。防衛費がかなり増大していくのは必然です。遅いよ。末に来年度である2023年度の防衛費の財産要求額が防衛省によって決定されたが、総額は従来の費用として最大の5兆5947億円となることが明かされ、現岸田政権が提唱している防衛力の強化を裏付ける額となった。こうして史上最高額にまで積み上げられた防衛費だが、さらにこれら財産要求額とは別枠で使途の項目のみを示す事項要求と呼ばれる範疇のものも、金額換算では1兆円ほどの規模に相当する模様で、実質の金額はもっと多いと言える。今回の2023年度の防衛費の使途として大きく取り上げられているものには、尖閣諸島をはじめとする南西諸島に対する中国の軍事的な圧力、脅威にいかに対処するのか、という点に着目した装備、兵装類が含まれている。中でも、近年の日本政府が注力してきたものが、スタンドオフミサイルと呼称している、長射程ミサイルであり、これらの部の国産化を加速させることで、日本の防衛力全体の底上げを図るべく、予算の付与も継続されている。そうした中心的な存在であるのが、現在は陸上自衛隊が配備を進めている人に意識地対艦誘導弾の能力向上型であり、これを現状の約 200km 弱とされる射程距離を5倍から7倍以上に延伸する目標でが課せられている。人に意識地対艦誘導弾の能力向上型では、こうした射程距離の大幅な延伸以外にも、航空機に搭載する形式の空発型や、艦艇に搭載する形式の艦発型へと発射母体を多重化する方針であり、運用形態の幅も広げることを期としている。また、南西諸島の島々に敵の上陸を許した場合に備えては、こうした島嶼防衛に特化させた高速滑空弾の量産化を同時並行で進めることとしており、各種のミサイルを中核とした新しい防衛装備品の調達の方向が、見て取れる。こうした日本の防衛費の予算の中で、個別での規模の大きさ及び、期間的にも、長い時間を必要としているのが、出雲、加賀護衛艦2隻の、出雲、と、加賀、の航空母艦化改修であり、2023年度予算の中にも、その一部が組み込まれている。出雲、加賀護衛艦は、現在の海上自衛隊が保有する中で、最大の大きさを誇る艦艇であり、基準排水量が 19,500 トン、満載排水量が 26,000 トン、全長が 248.0 メートル、全幅 38.0 メートル、深さ 23.5 メートルの艦体を持っている。これら出雲、加賀護衛艦は、一番艦である、出雲、が、2015年、2番艦である、加賀、が、2017年に就役を行っていたが、当初破壊移転翼、機を艦載機とするヘリコプター搭載型護衛艦、海上自衛隊内の略称は、DDH として建造された。海上自衛隊では、この出雲、型の前級としてヒューガ、加賀護衛艦を、ヒューガ、と、伊勢の2隻を、2009年、および、
2011年に就役されており、これらが海上自衛隊の艦艇として初の全通式の飛行甲板を実現した艦艇であった。ヒューガ、片護衛艦は基準排水量 13,950トン、満載排水量 19,000トン、全長 197.0メートル、全幅 33.0メートル、深さ 22.0メートルの大きさであり、出雲、型に比べれば二回りは小さいと思われるが、果たした役割は大きかった。それはヒューガ、片護衛艦が、それまでの日本の社会的な風潮として、いかにも航空母艦しかとした、全通式の飛行甲板を持つ艦艇に対し、それを海上自衛隊が保有することを禁じるかのような不文律を打破して建造された点に、集約される。これがベースとなりか、いい点翼機の運用にも、全通甲板の有用性を示したことで、航空母艦は、攻撃的兵器に該当する可能性があり、したがって、海上自衛隊が保有するにはふさわしくないとの一部から、批判を、機能の高さで覆したと言える。しかし、出雲、片護衛艦が装備している、2機のエレベータのうちのサイドデッキ式の1機は、耐荷重量、寸法ともに、今後航空母艦化した際に、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型の昇降が可能なスペックであることがポイントだろう。設計や建造を開始した時点では、当然、出雲、片護衛艦が F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とすることなど決定されていなかったわけだが、今後のその可能性を見越した上で企画されたことが伺え、先見性を感じさせる。このおかげで、出雲、片護衛艦は、少なくはない項目の航空母艦化改修を施す必要があるとはいえ、最も基礎となる部分で、F-35 ライトニング 2B 型の運用を担い得る前提を確保していた状態であり、今につながっていると思える。これまでに、出雲、片護衛艦1番艦の、出雲、に対しては、2019から2021年にかけての期間で、全通式の飛行甲板に F-35 ライトニング 2B 型が着陸時に噴出するエンジンの熱に対処するための改修等が行われている。また、2番艦の加賀では、こうした1番艦の出雲と同様の改修が今年2023年3月より開始されているが、それに加えて先行して、現在上から見て台形の形状をしている。艦首の飛行甲板を四角形に拡幅する工事も行われる予定だ。これは、これまでの台形状から四角形に改めることで、飛行甲板上のスペースを拡張することが目的であるとされ、それによって、艦載機の露天駐機の場所を確保し、航空機の運用効率の向上を図ることが目的とみられている。また、2023年度の防衛費の中には、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型を6機調達することが盛り込まれており、これは、前述した事項要求にあたるため、具体的な金額は判明してはいないが、これまでを考えれば、1機およそ130億円ほどにはなるのだろう。海上自衛隊では F-35 ライトニング 2B 型を総数では42機調達することを現時点では計画しており、最初に同機が配備される拠点としては、宮崎県の航空自衛隊のニュータバル基地が候補地に挙げられているが前期ではないだろう。出雲、片護衛艦は水上戦闘艦として、もちろん海上自衛隊に所属しているが、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は、航空自衛隊の所属となり、両隊が合同で運用を担うことで、航空母艦としての出雲、型が機能する形になる。これは、イギリスの最新鋭の航空母艦である、クイーン・エリザベス級の2隻でも、同様な運用形態であり、また、
アメリカでも、海軍が強襲揚陸艦本体、艦載機は、海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型とする運用にも通じるものがある。出雲、片越え艦の今後の航空母艦化のスケジュールは、まず、出雲が今年2022年内にアメリカ東海岸に赴いて F-35 ライトニング 2B 型の運用の認証を得て、2025年に残りの改修を受け、2027年頃の稼働が想定されている。一方の、加賀は、2024年内に、F-35 ライトニング2B 型の運用の認証を得て、2026年までに残りの改修工事を終えて、出雲、と、同様に、2027年頃から、航空母艦としての本格運用が、可能になるのではないかと考えられる。今年2022年からすれば出雲、片越え艦の航空母艦化は、少なくとも、あと5年ほどの期間を要するものと見られてはいるが、5年後の未来だと思えば、今後、ますます開発が加速するであろう、無人航空機の普及も気になる部分ではある。ロシア・ウクライナ戦争でも、注目を集めたトルコ製の無人航空機、バイラクタル TB2 だが、製造元のバイカル社は、トルコ海軍の強襲揚陸艦向けの無人航空機の開発も、すでに進めており、今後の実戦配備にも注視すべきだろう。海自潜水艦に配備されている、最上型護衛艦ですが、浜田防衛大臣が視察しています。今回は、最上型護衛艦の視察戦略を詳しく見ていきますね。すでに、日本でも、少人数での運用とドローンの活用が始まっています。世界が恐れますね。今年2022年は、海上自衛隊に、待望の新型艦艇であるもが、三型護衛艦の実戦配備が行われており、同1番艦の、も、がみが、4月、同2番艦の、熊野、が、3月に、神奈川県の横須賀を母港とする、掃海隊群に加わっている。日本の海上自衛隊では、基本的には、ほぼすべての水上戦闘艦を護衛艦と呼称しているので、多少わかりにくいが、マヤ型等のイージス護衛艦は、DDG、出雲、型等のヘリコプター搭載型護衛艦は、DDH 等の艦種を示す略号が付与されている。も、が、三型は、こうした海上自衛隊独自の艦種記号で、これまでに用いられていなかった FFM という、新しいものが付与されており、これは、フリゲート艦を示す FF と機雷、マインを示す M との組み合わせだと定義づけられている。世界的な海軍艦艇の分類上から、浜屋型は、ミサイル駆逐艦、一部に、巡洋艦扱いもあり、出雲、片越え艦は、ヘリコプター搭載型航空母艦と紹介されることが多いが、も、が、三型は、フリゲート艦に相当する艦艇である。も、が三型は、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、全幅 16.3 メートル、深さ 9.0 メートルの艦体に、最大7万馬力を発生するガスタービンと、D
ディーゼルを併用した機関を搭載、最大で30ノットの速力を発揮する。このガスタービンとディーゼルを併用した機関は、コダグ方式と呼称されるものだが、海上自衛隊の艦艇として、ハモが、ミガタが初採用をしたもので、平時には、ディーゼルを使用し、燃費の向上を図り、緊急時に、ガスタービンで最大速度を得るものとなっている。ミガタの兵装としては、対艦用に、62口径の 127mm 単装砲1機、17式艦対艦誘導弾の4連装発射機2機があり、また、護艦防空用には、Cラム1機を備え、加えて、後日の実装予定として、16セルの VLS、垂直発射装置が挙げられる。ちなみに、この16セルの VLS、垂直発射装置に関しては、現状では、対潜兵装である、07式垂直発射魚雷投射ロケットの運用が想定されているのみで、対艦、対地攻撃用の兵装をここで運用することは考慮されていない、状態である。このあたりハモが、ミガタ護衛艦の期待される役割が明確であることの裏返しとも言えそうで、そうした対艦、対地攻撃といった任務は、従来の汎用護衛艦やイージス護衛艦が担う方向性であると見てよいだろう。ミガタ護衛艦で最も注視されているのは、これまでは小型の総海底が担ってきた追機雷戦闘をその任務に込みしている点であり、かつての旧ソ連の崩壊以後、縮小傾向にあった同機能を近代化して取り込んでいる部分だ。具体的にハモがミガタ護衛艦では、USV、機雷除去用の無人水上機と UUV、機雷探索用の無人機の2種を搭載、運用するものとなっており、これらの活動を支援するための OQ-91、追機雷戦ソーナーシステムを実施。この UUV、機雷探索用の無人機は、OZZ-5 として、正式採用された、自立型の水中高層式機雷探知機のことであり、近年富に検知することが困難となって、ビタチンテ意識もしくはマイ、ボツ式の機雷に対しても、その除去を行うべく開発された。OZZ-5 は、日本の軍需品製造の小樽三菱重工業者が開発した、水中高層式機雷探知機であり、そこに搭載されている低周波用の合成開口ソーナーには、フランスのタレス社の協力を仰ぐなど、貴重なフランスとの軍事技術の交流も行われている。USV、機雷除去用の無人水上機と、この OZZ-5 とは、音波を介して、情報のやり取りを行い、また、母艦であるモガミガタ護衛艦とは、電波を介して、同様に通信を行うことで、前述したような近年の機雷を排除することを実現させる。こうした一時期は、下火となっていた、追機雷戦闘への能力が、ミガタ護衛艦に付与された背景には、尖閣諸島をはじめとする、南西諸島において、現在の最大の脅威である、中国海軍からの機雷による、海上封鎖も、念頭に置いているのだろう。これら南西諸島等の島嶼部の戦いにおいては、ミガタ護衛艦は、中国海軍が敷設した機雷を除去する任務を担うことと並行して、仮に上陸、占拠をされた場合には、陸上自衛隊の水陸機動団等の上陸部隊を支援する、艦艇だと考えられる。その意味においてハモがミガタ護衛艦は、出雲、型の2隻を航空母艦化し、F-35 ライトニング 2B 型を、艦載機として、南西諸島の陸上滑走路が、使用不能となった場合、これを補完する移動滑走路となることを期待されていることとも、どことなく似ている。逆にもが、ミガタが、機雷の敷設を自ら行うことが想定されているのは、地理的にも、南西諸島とは反対にあたる北の、津軽海峡や宗谷海峡、そして、北方領土の周辺の海域が、
その主たる対象の海域になるのではないかと予想される。これに加えて、対馬海峡も、その対象に加えることが想定はされるが、特に、北の片面に関しては、ロシア・ウクライナ戦争によって、日本から経済制裁をされ、態度を硬化させているロシアへの、その海軍艦艇の接近阻止を睨んだものとなるだろう。前述したように、かつての冷戦時々危機を経て、近年までは、こうした機雷敷設任務は、比較的に小型で低速な艦艇が行っていたが、身型の収益によって、その高速性や互換防衛能力の増加もあり、より迅速に、これを遂行可能となる。最近も、ロシアは、極東方面における大規模軍事演習である、ボストーク2022を、極東方面で敢行して、日本を威嚇し続けているが、ロシア海軍自体は、旧式の艦艇が大半であり、北の海域に、機雷を敷設してしまえば、さらに活動は困難となることは、間違いない。ロシア海軍は、ロシア・ウクライナ戦争においては、初戦で露獲されることを恐れて、自ら保有する艦艇の多くを自沈させ、海軍力をほとんど喪失した、ウクライナに対しても、陸上からの対艦ミサイルの攻撃で、行動ができなくなっている。こうしたロシア海軍の能力の低さを考慮した場合、宗谷海峡や津軽海峡、北方領土方面の海域を機雷封鎖されてしまえば、日本に接近することは、著しく困難となると思われ、あとは、十二式地対艦誘導弾の能力向上型等が配備されれば、守りは確実となるだろう。も、が、味方護衛艦は、すでに、3番艦の、の城が、2021年6月、4番艦の、三隈が、2021年12月、5番艦の、矢作が、2022年6月に、進水を果たしており、今後、しばらくは、1年ごとに、2隻ずつ、が、順送りに、収益を果たすことになっている。予算上で、桃が、味方は、2023年度までで、すでに、10隻の建造が計画されており、将来的には、総数で22隻まで建造される可能性が指摘されているが、これまでの計画では、1隻あたりおよそ500億円ほどで建造される見込みとなっている。このもが、味方の22隻という、建造予定数は、沿岸部の防衛を担う、阿武隈型護衛艦、ディフェンダー、6隻、朝霧型汎用護衛艦、DD、8隻の代替を担う数だと、解釈されており、艦艇としては、収益から、40年ほどの運用が見込まれている。も、が、味方護衛艦は、近年の水上戦闘艦の要素として外せない精進化も、推進し実現しており、必要とされる乗組人数は、90名までに抑えているが、昨今のジェンダーフリーにも対応し、そのうちの10名は、女性であることが、想定されている。こうしたことを実現するべくもが、味方では、女性用の居住区画を独立させており、かつ慢性的な海上自衛隊の艦艇勤務者の充足難を解消すべく、乗組員のクルー制を導入して、艦艇の稼働率を向上する、取り組みも行われている。海上自衛隊が誇る、
最新鋭潜水艦ですが、親潮型潜水艦も世界的に見ればまだまだ一級品です。今回は海上自衛隊が保有する潜水艦を詳しく見ていきますね。スターリングエンジンなどいろいろな潜水艦保有しています。タイゲイ型が最高。2022年9月現在、日本の海上自衛隊では、潜水艦隊として、実稼働を行う潜水艦22隻と、練習用2隻の合計24隻体制を構築するに至っており、当面の中期防衛力整備計画で示された内容をクリアした状況となっている。海上自衛隊が築き上げた、この潜水艦の22隻プラス2隻の体制の内訳は、艦齢の古い順から、親潮型が、練習用2隻と稼働用9隻、以下は、すべて稼働用で、双竜型が12隻と、最新鋭のタイゲイ型が1隻から、構成されている。今現在の数の上では、竜型が半数を占めており、海上自衛隊の潜水艦戦力の中では、中核を担うと言って良い存在だが、タイゲイ型は、今後も、従来通り、毎年1隻ずつ、が増加する見込みのため、親潮型が、その分減少することにはなるだろう。しかし、今年到達した稼働22隻と、練習用2隻の24隻体制は、今後の日本の安全保障環境の変化感によっては、さらに拡大して維持する方向へ向かう可能性もあり、親潮型の退役が行われるかどうかは、未定だと思える。海上自衛隊という組織のくくりの中で見た場合には、確かに、親潮型は、最古参の艦級であるため、以後の、竜型やタイゲイ型を考えれば、若干見劣りする感は並ないが、世界的に見れば、未だ、新しい部類に入る艦類である。日本の海上自衛隊では、潜水艦は、現状の防衛戦力のようであり、その、建造や搭載する各種装備の技術力の維持を目的に、前述したように、ほぼ必ず、毎年一隻ずつ、の新造を行っており、通常動力型潜水艦では、世界でも、屈指の能力を誇っている。したがって、今は、2番艦までの2隻が、練習用に変更されている親潮型も、その1番艦である、親潮は、1998年3月から2015年3月までが実運用の期間となってしまったが、これはわずかに17年にしか過ぎず、実に贅沢な選択にも映る。通常の艦艇であれば、少なくとも30年以上は収益を継続することがコストパフォーマンスの上からも常識的な数値であり、いかに日本の海上自衛隊が潜水艦を必須かつ最重要な兵器と位置づけているのかが忍ばれるものでもある。そこで、ここでは、まだまだ、旧式艦と断ずるには、語弊のありすぎる親潮型について、それ以後の、竜型やタイゲイ型との比較を交えながら、どのような潜水艦であるのかを今一度振り返ってみたいと思う。まず、親潮型は、基準排水量2750トン、水中排水量3500トン、全長 82.0 メートル、全幅 8.9 メートル、喫水 7.4 メートルの艦体に、ディーゼル機関と鉛製の蓄電池とモーターを推進機構として搭載している艦艇である。次級の、竜型の最大値は、基準排水量2950トン、水中排水量4000トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、喫水 8.5 メートルの艦隊であり、親潮型に比しては、すべての数値で上回り、一回り大型化していることがよくわかる。さらに、
竜型の機関部の構成は、1番艦から10番艦までの10隻は、ディーゼル機関と鉛製の蓄電池とモーターに加えて、スターリング機関をも搭載しており、これまでの海上自衛隊の潜水艦でも、唯一となる肥大依存推進を実現していた。このハイブリッド方式は、当時の通常動力型潜水艦の機関構成としては、ドイツ等の潜水艦と共に非対機依存推進を搭載した形式として注目を浴びたが、11番艦以後の2隻は、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池とモーターの搭載に改められた。これは、通常動力型の潜水艦としては、その実用化以降、およそ100年にわたって用いられてきた、鉛製の蓄電池を、リチウムイオン製に置き換えることで、飛躍的に、その性能を高めることに成功したためで、世界初の実用潜水艦での試みとなった。現在の最新鋭艦である、タイゲイ型は、その立ち位置から、使用が公表されていない、部分があり、基準排水量3000トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートルであり、水中排水量や喫水は不明であるというのが実情である。タイゲイ型でも、そう、竜型の11番艦以降と同様で、機関部の構成には、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池とモーターの組み合わせが採用されており、今後、しばらくは、この形式が踏襲されていくと予想されている。こうした使用上の数値からすれば、親潮型を一回り大型化させたのが、双竜型であり、最新型のタイゲイ型は、双竜型と全長、全幅ともに同数値だが、排水量だけを、ほんの少し増加させたものということができそうだ。ただし、親潮型と、双竜型、タイゲイ型とでは、外観上で識別できる大きな相違点があり、それは、艦尾の舵の形状で、前者が従来通りの十文字、後者が近年増加している X 字をしているため、海上浮上時には一目で見分けることが可能だ。X 字の舵は、従来の十字型の舵が横方向の2枚で、艦の回答性と、姿勢の制御を行うのと異なり、4枚すべてで、これらの動きを担うことから、水中での機動性の向上と、仮に、1枚の舵に、ダメージを生じた場合でも、他で補うというリカバリーのたやすさが指摘されている。また、X 舵は、潜水艦を海底に沈ませた場合、等においても、十文字型の舵よりも、損傷につながるリスクを軽減可能という点も利点に挙げられており、日本やヨーロッパで建造されている潜水艦では、近年のトレンドにもなりつつある。しかし、アメリカ海軍では、試験用の潜水艦に、テコの X 字型の舵のテストを実施したものの、従来の十文字型の舵に変えて、あえて採用するほどのメリットは、薄いと判断されており、同海軍の潜水艦へは取り入れられていない。さて、続いては兵装について触れてみたいが、これに関しては、親潮型、双竜型、タイゲイ型のすべてが、艦首部に装備する 533mm、魚雷発射艦6門となっており、これは、海上自衛隊初の国産潜水艦である、大潮から普遍である。この 533mm 魚雷発射艦から運用される兵装も、親潮型化からタイゲイ型まで、ほぼ同様であり、各種の長魚雷に加えて、アメリカ製の対艦巡航ミサイルであり、ハープーンに対応しており、さらに、親潮型には、機雷の敷設能力も付与されていた。親潮型の1番艦でネームシップである、親潮は、1994年に寄港されたが、これに先立つ1983年に、当時のロッキード、現ロッキードマーチン社の B3C 哨戒機が配備されたことが、設計に、大きな影響を与えたとされている。B3C 哨戒機は、
当時は対潜哨戒機と呼称されていたが、従来の同様の機体とは比較にならないほどの潜水艦探知能力を示し、演習では海中で全ての推進機関を停止させた状態の潜水艦で、スラムを容易に探知し、撃破判定を獲得した。このため、海上自衛隊では、今後の潜水艦では、従来型よりも、静粛性と艦隊の音響ステルス性をさらに向上させる必要があると痛感させられ、その結果設計され建造されたのが、親潮型であり形状無類敵型から、葉巻型へと変更されている。親潮型は、最終の11番艦である、持ち潮は2008年に就役しているが、建造コストはおよそ420億円ほどであり、大芸型1番艦、大芸が、同およそ800億円とされていることを考慮すれば、ほぼ半額であったことからは、時代の変遷も感じさせられる。アメリカ空軍が開発を目指す NGAD 計画が進行中、AESA レーダーを廃止との情報をキャッチしました。今回は、この時期、F-22 戦闘機 NGAD を詳しく見ていきますね。元 F-15 パイロットが F-22 戦闘機に乗って、それは、性能の違いに驚きを隠せないと言っていたのを思い出します。アメリカ空軍が2022年現在、組織として構築している保有戦闘機の体系は、いわゆる第5世代戦闘機の先駆けである F-22 ラプターを頂点としたピラミッド型であり、F-35 ライトニング2や他の第4世代機が補完している。2014年からアメリカ空軍では、この頂点に君臨している F-22 ラプターを代替する次期戦闘機開発を開始しており、その計画は NGAD ニュージェネレーションエアードミナンスと呼称され、今も厚いベールに覆われている。それは総合的に未だ世界最大の軍事力を保有するアメリカにとって、その時代を担わせる次期戦闘機の概要を容易に漏らさぬようにと、最新の注意を払っていることが大きな一因と思われるが、それゆえに注目度も高い。さらに、現在のいわゆる第5世代戦闘機である F-22 ラプターや F-35 ライトニング2と同様に、アメリカ空軍が採用する NGAD は、そのコンセプト自体が、これまでの戦闘機の枠にとらわれない可能性が高いことも、世界が注視する点であろう。しかし、そんなアメリカ空軍の NGAD とはいえど、その予算の獲得には、自国の議会での承認が必須であるため、そうした政治的な手続きを踏む上では、断片まとながら、それらの仕様を明かす必要があり、漏れ聞こえてくる内容もある。最近では、アメリカの軍事専門誌であるエアフォースマガジンにおいては、NGAD は、現在の F-22 ラプターよりも、機体そのも、が大型化しつつ、より広範囲なレーダー並みの帯域に対応した、ステルス性能を持つと述べられている。アメリカ空軍の NGAD とは、有人戦闘機単体を指し示すのではなく、これに随伴する複数の無人航空機らとのチーミングで成立する、
兵器システムと位置づけられており、無人航空機さえも複数の種類の機体が想定されている。すでに2022年現在の今においても、陸海空の様々な分野で、通信技術とネットワーク化によって、兵器システムが構築されつつあることを反映し、NGAD でも、そうした有人機を核とした、新しい概念と体系の構築が、さらに進められるのだと考えられる。今回のエアフォースマガジンの指摘の中で、特に興味深い点は、NGAD は、その中核となる有人戦闘機には、現在の主流である AESA レーダーをも装備しない可能性があると言及していることが挙げられ、その任は無人機が担うと予測している。AESA レーダーはフェーズドアレータイプのアンテナを備えたもので、戦闘機のみならず、イージス艦等の艦艇の根幹を成すレーダーだが、これが NGAD では有人戦闘機本体には搭載されないかもしれないと指摘しているのだ。エアフォースマガジンは、NGAD の有人戦闘が備えるレーダーとしては、IRST、赤外線捜索追尾システムだけに絞られる可能性について述べており、AESA レーダーについては、無人航空機から送られる情報で対処するとの見方を示している。また、これに続けて、NGAD の機関部には、アダプティブエンジンが採用されると予測しており、これは2016年に開始された AETP、アダプティブエンジン移行プログラムの結果を反映したものとなるとの予想を述べている。この AETP、アダプティブエンジン移行プログラムで開発される機関部は、従来のものよりも 25% の燃費の改善、10% の出力の向上、そして発生する熱をいかに抑えて冷却を行うのかがポイントと考えられている。現在の F-22 ラプターや F-35 ライトニング2においても、ステルス性能を高める必要性から、機体そのものの形状も、それに適した設計がなされているが、これは、機関部の冷却という観点から見れば、それを困難にしている要因でもある。また、前述したように、近年の兵器システムは、友軍の他の戦力との相互の情報共有によって、広い範囲で、戦場の認識力を高め、機能的に行動させることが前提となっており、戦闘機も、このために搭載するアビオニクス類が、著しく増加している。これらのアビオニクス類を稼働させるには、当然のことながら、大電流が必要となり、これは、機関部からの電力の確保という問題に加えて、それ自体が熱を帯びるため、その冷却も同時も行わなければならないというに、一背反的な課題をはらんでいる。さらに、将来的には、戦闘機には、現行の各種ミサイルや機関砲といった、物理的な兵装に止まらず、レーザー兵器等のエネルギーを用いた兵装の実装も予定されているため、そこで生じる熱処理の重要性は、ますます高まる傾向にあると言えるだろう。こうした流れから、NGAD においては、優れたアダプティブエンジンの採用が、必須の状況と見て間違いないが、2022年9月の段階では、現行の F-35 ライトニング 2A 型の機関部に、これを採用するか否かについても、議論が生じている。一部には、AETP、アダプティブエンジン移行プログラムで開発されるアダプティブエンジンを、F-35 ライトニング 2A 型に、簡素輸入する案も出されているが、現在のアメリカ空軍のケンドール長官は、この方針には懐疑的なように見える。ケンドール長官は、仮に F-35 ライトニング 2A 型に新型のアダプティブエンジンを搭載するとなった場合、現行のアメリカ空軍の予算の範囲内でこれを実行するならば、同機の調達機数自体が削減されかねないと危惧しているようだ。いずれにせよ、こうした問題を最終的に決定するのはアメリカ議会であるため、今後、
アメリカ空軍から提出される最終の報告書等において、どのように議会の説得に向けた材料が提示されるのかに注視しておく必要があるだろう。さて、アメリカ空軍の NGAD に話を戻せば、2022年6月の時点で、その方向性について、同軍のブラウン参謀総長も、この NGAD について、現行の F-22 ラプターよりも、航続距離が長く、かつウェポンウェイに収容可能な兵装の量も多いと述べている。そのため、アメリカの軍事メディアで、NGAD は、全翼形状を備えており、その大きな機体により、多くの燃料と兵装を搭載することが可能となると予測され、アメリカ空軍自身も、2022年4月に出した報告書で、そのイメージを伝えている。さらに、アメリカ空軍のケリー航空軍団司令官は、NGAD には、二つの種類が存在する可能性を示唆しており、これは、太平洋地域で、対中国との対峙を、ヨーロッパ地域で、対ロシアとの対峙を念頭に置いた上でのコメントだと、解釈されている。つまり、アメリカ空軍の NGAD は、太平洋地域に向けては、空中給油機に依存しなくとも、良い航続距離を確保した形式であり、逆に、ヨーロッパ地域では、航続距離は、そこまで重点を置かない2機種が存在することを示唆したものと言ってよいだろう。こうした断片的な情報ながら、アメリカ空軍の NGAD のコンセプトについての輪郭は、徐々に見えつつあるように感じられるが、これを、どの航空機メーカーが手掛けるのかといった根本の疑問については、未だ有力な情報は、聞こえてこない。ただし、個人的には、F-22 ラプターや F-35 ライトニング2で、いわゆる第5世代戦闘機の需要をほぼ独占した、ロッキード・マーチン社が、やはり最有力にあり、ボーイング社等が、どこまで、巻き返しの余地があるのかが気になる部分ではある。日本の F-2 戦闘機の代替を図る次期戦闘機開発においては、当初の大枠の予想を覆しロッキード・マーチン社ではなく、イギリスの BAE システムズ社との共同開発路線が鮮明となっているが、それも並行して注目していきたい。F-35 ステルス戦闘機に中国製合金が使用、アメリカ国防省は即刻納入停止との情報をキャッチしました。今回はこの F-35 戦闘機に中国製合金が使用を詳しく見ていきますね。ロッキード社も今年153機の納入が予定されています。量産体制が崩れる。アメリカ本国は、もとより、日本をはじめとする、同国の同盟国や準同盟国に対し、今現在調達が可能な、唯一のいわゆる第5世代戦闘機として数多く採用されているのが、ロッキード・マーチン社の手による F-35 ライトニング2である。アメリカで、この F-35 ライトニング2は、空軍が、通常滑走路仕様の A 型を1763機、
海兵隊が短距離離陸、垂直着陸が可能な B 型を353機、海兵隊と海軍が航空母艦仕様の C 型を340機ほどを調達する計画が進められている。日本でも F-35 ライトニングには A 型105機、B 型42機の合計147機を調達中であり、現在の主力戦闘機である F-15J イーグルや F-2 と3機種体制での運用が行われており、その中で最新鋭機に位置づけられている存在である。このように、今や西側諸国における入手可能ないわゆる第5世代戦闘機として、その先進性を示していた F-35 ライトニング2だが、アメリカ本国では、先頃ある問題が発覚し、その新規調達が中断される事態が生じている。F-35 ライトニング2は、前述したように、ロッキード・マーチン社製の戦闘機だが、機関部には、プラット&ホイットニー社製の単発の F-135 を搭載しており、この機関部の部品の中に、規格以外の材質が使用されていたという。アメリカの国防総省の発表によれば、この F-35 ライトニング2が搭載する F-135 エンジンに、中国で生産されたサマリウム磁石合金が使用されていることが確認されたということで、これが2022年8月19日に判明したものだ。F-35 ライトニング2が搭載する F-135 エンジンは、プラット&ホイットニー社が受け負っているが、今回発覚した中国で生産されたサマリウム磁石合金が使用されていたのは、スタータージェネレータと呼ばれる部分である。このスタータージェネレータ自体は、アメリカの航空、宇宙関連の事業において、様々な機器や技術を提供しているハネウェルインターナショナル社が製造を担っており、故にに無断で中国で生産されたサマリウム磁石合金が使用されたという。ハネウェルインターナショナル社の前身であるハウネル社は1886年に創業された長い歴を持つ企業であり、当初は石炭を使用した釜炉に用いる温度調整装置等を開発し、発展を遂げていったという起源を持っている。そんなハウネル社が軍需関連の領域に進出したのは第二次世界大戦の時期であり、主として航空機用の部品を手掛けたことが始まりで、以後は、ベトナム戦争を契機に、各種の爆弾やミサイルの誘導装置等の製造も行う企業となった。現行のハネウェルインターナショナル社が成立したのは1999年で、同じく、航空、宇宙関連事業を行っていた自身より、企業規模的には大きかったアイランドシグナル社と、合併を果たしたことによって、今の形が築かれている。さて、今回問題となったハネウェルインターナショナル社製のスタータージェネレータだが、これが問題視された理由は、アメリカの国防総省が定める兵器類の調達規則にのっとっていない可能性が生じているためである。これは F-35 ライトニング2用の F-135 エンジンを製造するにあたって、スタータージェネレータの製造を担当していたハネウェルインターナショナル社の下請けの企業が、中国で生産された無許可のサマリウム磁石合金を使用していた模様だ。サマリウム磁石合金自体に磁気化を施す工程は、アメリカ国内で行われている作業であり、それゆえにF-35 ライトニング2や F-135 の性能や品質に直接の影響を及ぼすことはないとはされているが、今後は国内産のものを使用するという。このためこれまでに製造され、寸でに納入されている F-135 については、そこで使用された中国で生産されたサマリウム磁石合金を回収する等の対応は行わず、よって日本を含む F-35 ライトニング2の導入国にも、今のところ動きは見られない。アメリカの国防総省は、
プラット&ホイットニー社やハネウェルインターナショナル社らの F135 の製造を担う企業に対し、どのような経緯で中国で生産されたサマリウム磁石合金が入り込んだのか、その原因を調査中としている。この原因の調査が長期化する場合には、現在進められている F35 ライトニング2の生産自体にも遅れが生じる可能性も全くないとは言い切れず、2020年の新型コロナウイルスの世界的な蔓延等で生産が滞ったことも記憶には新しい。新型コロナウイルスは2022年の現在も変異株が次々と現れ、日本でも連綿とその状況が続いているが、さすがに発生を認識した頃よりも、この状態に良くも悪くも慣れてきており、今では催しを中止する等の措置は少なくなった。しかし、2020年当時を思い起こせば、マスクは言うに及ばず、様々な費用品が日本のマーケットで品薄状態が続くなど、いかに日本が多くの物品を海外、そしてその多くを中国からの輸入に依存しているのかを思い知らされた。今回の F35 ライトニング2用の F135 エンジンのスタータージェネレータの一件からは、こうしたアメリカ製の軍需製品に関しても、それが意図したことではないとはいえ、世界における中国製品の浸透具合を改めて感じさせたように思える。ただし、F35 ライトニング2をめぐる中国とのこうした関係性は、今に始まったことではなく、中国のハッキングにより、2009年にはアメリカの国防総省、2012年にはイギリスの BAE システムズ社が一部のデータを抜き取られる事件も起こっている。こうした事態を受けて、アメリカの国防総省は自国の軍需製品に中国製の素材や部品が使用されないように規制を行っているわけだが、今から8年前の2014年にも F35 ライトニング2に中国製の部品が使用されたことが問題となった。この時にアメリカの国防総省が行った調査によれば、 F35 ライトニング2以外にも同じロッキード・マーチン社製の F-16 ファイティング・ファルコンやボーイング社の製の戦略爆撃機 B-1B にも同様の事態が確認されている。アメリカの国防総省が自国の軍需製品にこうした中国製の素材や部品の使用を禁じているのは言うもまでもなく、現在最大の仮想敵国となった中国に対し、万が一実際の戦闘に発展した場合、自軍の優位性が損なわれることを危惧しているゆえだ。ただし、この2014年の問題発覚時にも、アメリカの国防総省は、最終的には、当時の F35 ライトニング2に関して、重大なリスクにはならないと判断して、今回と同様に、その部品等の回収を行うまでには至らなかったという前例がある。昨今は、ロシア軍によるウクライナへの侵攻が、長期化の様相を見せており、ロシアが、自国の兵器に使用する半導体を海外に依存していたことから、その枯渇が始まっているとの見方も多いが、アメリカでさえも、こうした不祥事は多発している。そうした意味においては、ロシアよりも、まさに、世界の工場として、様々な分野の素材や部品を手掛けている中国派たちが悪く、非正の一市民としては、せめて、日常品だけでも、中国産を購入しないことくらいしか抵抗策を見出せない。
日本政府は、重い腰を上げ、海上自衛隊へ、迎撃能力と反撃能力を併せ持つ護衛艦を、2隻建造計画があるとの情報をキャッチしました。今回は、この迎撃と反撃能力を持つ、巨大護衛艦を詳しく見ていきますね。これって、大和級になるんじゃないのかな。でかいよね。今年2022年は、年明けより、北朝鮮が、日本海方面に向けての新型の長距離弾道弾や、巡航ミサイルの発射を頻発させ、日本のミサイル防衛が、今後、どのように、こうした兵器の脅威から、国土を守れるのかが、焦点となっている。日本は、2020年6月までは、アメリカから、陸上配備型の、イージス・ショアを、およそ4500億円とも言われた費用を投じて、北は秋田県、南は山口県に設置する方向で、ミサイル防衛の強化を行う計画を進めていた。しかし、当時の河野防衛相は、2020年6月15日の夕刻、このイージス・アショアの導入の停止を突如として発表。これまで前提としてきたイージス・アショアが、発射に際して、完全な安全性の担保ができないとの理由だった。具体的には、当時、イージス・アショアの配備予定地の一つだった山口県側が、ミサイル本体である、SM-3 ブロック 2A の発射後に切り離されるブースター部の落下に対して示していた、懸念が当たった形と言えた。防衛省側は、山口県に対して、長さ約170センチメートル、直径約53センチメートル、重さ約200キログラムほどのブースター部を、配備予定地の睦弥演習場内に、確実に制御して落下させると、それまでは説明を行っていた。こうした形を実現するためには、イージス・アショアの制御システムに、ソフトウェア上の改修を行う必要が生じていたが、最終的により、正規にシミュレーションを行った結果、これが保証できないとの結論に至った。ミサイル本体である SM-3 ブロック 2A は2020年までに12年に及ぶ期間と2000億円以上とも試算される開発費を投じて日本がアメリカとの共同開発を進めていたミサイルであり、その修正は極めて困難だったと考えられている。日本の国情に見合うようにSM-3 ブロック 2A に改修を施すことは、機関的にも費用的にも難しく、仮にそれらに取り組んだとしても、ブースター部の落下場所を確実に担保することは現実的ではないとの判断が下されたものだった。こうして、日本へのイージス・アショアの導入計画は撤回された。が、ミサイル防衛そのものは、以前として必要であり、これに代わる代替策の検討が進められた、結果選択されたのが、その一部の機材を転用する艦艇の建造案であった。これを、日本政府は、便宜上からイージスシステム搭載艦と表現しているが、現在、日本の海上自衛隊で全8隻が就役している既存の混合型、アタゴ型、マヤ型のイージス護衛艦らとは区別する意味で、その呼称が用いられている。日本の既存のイージス護衛艦は、すべて、アメリカ海軍の主力艦艇である、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースに建造された艦艇であり、護艦はもとより、艦隊の対空、対潜、対艦、対地戦闘など、様々な用途に対応するものである。アメリカ海軍であれば、大型の原子力航空母艦を中核とした空母打撃群の護衛を主任務としており、海上自衛隊でも出雲、片護衛艦、出雲、加賀の2隻の航空母艦化改修が終了すれば、同様の任務を担うことが予測される。
これら2022年時点で、海上自衛隊が8隻しか保有していないイージス。護衛艦は、近年、富に海洋進出を強化し、日本の南西諸島方面への圧力を強めている中国海軍へ振り向ける必要があり、その方策の一環として、イージス・アショアがあった。つまり、常時、日本のミサイル防衛を担うために、その特化した機能のみに、貴重なイージス艦を割くよりも、弾道ミサイルの迎撃のみを役割とする、イージス・アショアを配備し、イージス護衛艦の運用をフリーにしようとしたわけである。しかし、当のイージス・アショアが、ブースターの落下制御の問題で頓挫したことから、その代替は、やはり艦艇型で行うことが決定され、そこには、イージス・アショア用の、スパイセ、プン、レーダーや VLS、垂直発射装置が転用されることとなった。こうした経緯をたどって計画されたのが、イージスシステム搭載艦で、あり、艦艇型とはいえ、ミサイル防衛のみに特化させた、その用途から、現行のイージス護衛艦とは異なることが打ち出され、2隻を建造する方向で進められていった。もともと、イージス・アショアの導入が進められてきた理由には、前、実のようなイージス護衛艦を、他の任務に用いること以外にも、昨今、不便な海上勤務がゆえに、艦艇の乗組員の充足に苦慮している海上自衛隊を助ける方策とも提唱されてきた。これが結局艦艇型に回帰した時点で、このような構想は発端にされたとも言えそうだが、多数の任務が想定されるイージス護衛艦と異なり、ミサイル防衛に特化したイージスシステム搭載艦ならば、乗組員数は最低限に抑えられるとの見方もあった。だが、2022年8月末に毎日新聞が報じた記事によれば、イージスシステム搭載の規模は、基準排水量で2万トン、全長210メートル全幅40メートルにも達するとされており、予期されたものよりもかなり大型化したと言えるだろう。イージスシステム搭載艦は、陸上配備型のイージス・アショア用に調達を行っていた、スパイセ、プン、レーダーや VLS、垂直発射装置が転用されるために、艦艇搭載を前提としていないそれらが、かなりのサイズであることは指摘されてはいた。しかし、ここまでの大きさ、規模感は、この2022年の時点においては、世界的に見ても、航空母艦や強襲揚陸艦等の固定翼、イヤ回転翼機などの航空戦力を収容する艦艇以外には、ほとんど見当たらず、無論、戦後の日本では、最大規模の艦艇となる。さらに、イージスシステム搭載艦は、主兵装には、アメリカ製の SM-6 を搭載することは、基本にあったが、国内産のミサイルの搭載もここに来て浮上。1-2式地対艦誘導弾、および、3-3式中距離地対空誘導弾の能力向上型も視野に入れているとされる。こうなると、イージスシステム搭載艦は、弾道ミサイルや巡航ミサイルに対処する SM-6 に限らず、対艦、対地攻撃が可能。1-2式地対艦誘導の能力向上型や、航空機等の対空目標にも、対処可能な能力を複合的に持つ艦艇となってくる。兵器の国産化を一部に確保しておくことは、日本の国防上の観点からも、非常に意義のあることだとは思うが、ここまで当初の、イージス、アショアの代替という、前提から逸脱してくると、果たして、現実的なのかとの疑問も生じてしまう。イージス・アショアの導入を決定した時点よりも、はるかに早いペ。すで、中国軍が、軍備の拡張を推進してきたといえばそれまでだが、現代の兵器においては、幸いなことに、
戦後実戦経験のない日本が新分野に対応できるのかには不安も残る。おおむね大多数の日本の軍事関係者の間でもイージスシステム搭載艦の有用性を疑問視する声の方が多いように見受けられるが、個人的には前例踏襲主義が多数を占めるとおぼしき日本の組織でこうした案が出されたことに意外性を禁じ得ない。まあ、艦艇といっても、イージスシステム搭載艦は、これまでの報道が正しいとするならば、その大きさ等からしてみても、一応移動が可能な低速なものであり、いわゆる従来の駆逐艦や巡洋艦などの水上戦闘艦とは、一線を画すものなのだろう。こうした機能を実現させるにあたって、艦艇型の利点があるとするならば、まさに低速とはいえ、任意の海上に展開できることであり、イージス・アショアが見舞われたような兵器使用に伴う安全性の担保は容易となるという点であろうか。2023年度の日本防衛予算、概算要求額で、史上最多の5兆5479億円が確定したとの情報をキャッチしました。今回は、史上最多額5兆5479億円の中身を詳しく見ていきますね。世界で、一番危険な場所とも言える、日本遅すぎると感じています。安倍さんは言ってた。日本の防衛予算は、来年度である2023年度の予算の概算要求額が、これまでで史上最多となる5兆5479億円となると決まり、これに加えて、現時点では、金額が確定しない事項要求も、別となるため、さらに増加が期待される。目下のところ、2023年度の概算要求額の使途として、大きな比重を占めているのは、敵側の射程距離外から攻撃を行うことを前提とした、長射程のスタンドオフミサイルの保有数の増強であり、この整備に重点を置いている。日本における、今後のスタンドオフミサイルの配備の中心に位置づけられているのが、現在は陸上自衛隊で配備が進められている12式地対艦誘導弾に改良を施したもので、主として能力向上型と呼称されているものである。現行のこの12式地対艦誘導弾は、最大でも射程距離は 200km 弱ほどと見られているため、南西諸島の防衛を固める陸上自衛隊にあっては、現状では、その射程距離の短さゆえに、それらの島々に、複数の配置を余儀なくされている。しかし、今後、一二式地対艦誘導の能力向上型では、まず、はじめにおよそ 900km を、次いで、最終的には、およそ 1500km ほどへと、射程距離の延伸を目指しており、南西諸島を防御する上で、カバー可能な範囲が大幅に広がることとなる。また、一二式地対艦誘導弾の能力向上型では、現行のような地対艦攻撃用のプラットフォームに止まらず、海上自衛隊の艦艇に搭載すること、航空自衛隊の航空機に搭載することも目標としており、
汎用性の高いミサイルとなる模様だ。すでに、令和4年の防衛白書においては、製造元の三菱重工業社の、一二式地対艦誘導弾の能力向上型のミサイル本体の画像が掲載されており、大きな主翼とステルス性を感じさせる外観に変化していることが見て取れる。こうした取り組みによって、一二式地対艦誘導弾の能力向上型は、生産数と効率を従来以上に高めることが予想され、これによって、一発あたりの製造コストも大きく引き下げることで、調達数自体を増加させる好循環となることに期待したい。また、防衛省では、南西諸島等の防衛力の強化に向けて、2026年度の実戦配備を目標に、当初防衛用の新型の高速滑空弾を開発中であり、この目標の後の同兵器の能力向上型の開発も継続する方針であることが、これまでに報じられている。この新型の高速滑空弾とは、本体にロケットモーターを搭載した垂直発射方式の兵器であり、そのロケットモーターで、高々度まで到達した後、弾頭部分の複数の滑空弾に分かれて、極超音速で敵目標を攻撃するとされている。弾頭の滑空弾自体は、自ら推進力を持たず、地面の通り、文字通り空中を滑空して飛翔するが、敵の対空ミサイルでの迎撃をかわすために、不規則な軌道で滑空し、GPS 等の精緻な誘導によって敵目標に着弾させることを基としている。現在、中国海峡局の艦艇の出没が常態化している尖閣諸島周辺海域までは、沖縄の那覇からは、およそ 400km ほどの距離があるため、この新型の高速滑空弾は、そこをカバーすべく、およそ 500km の射程を持たせる方向の模様だ。ただ、南西諸島の防衛を鑑みた場合、この新型の高速滑空弾が、いかに弾頭部分が分かれて、複数の滑空体として、攻撃を行う兵器とは、いえど、上陸した敵の車両等を攻撃すると考えるのは、的が小さすぎて、さすがに無理があるだろう。阻止歌点もあり、新型の高速滑空弾が攻撃目標とするのは、当初、その構想が明らかになった際に示された、そうした用途が、本命ではなく、敵の艦艇を攻撃するための対艦用途に用いることが、最終的な目的なのではないかとの指摘もある。これを裏付けるかのように、新型の高速滑空弾の能力向上型では、装甲貫通力を高めた、強化された弾頭を実装することが打ち出されており、これは、いわゆる他国で開発中の対艦用の極超音速兵滑空隊に準じる兵器となるのではないだろうか。一二式地対艦誘導弾弾の能力向上型にせよ、新型の高速滑空弾にせよ、こうした新型のミサイル兵器を日本が開発する理由は、無論南西諸島を脅かしている増強著しい中国軍に対抗するためだが、差し迫った具体的な脅威が見えているためだ。中国は、ロシア製の地対空ミサイルシステムである S-400 を調達することが、ほぼ確実視されているが、同 S-400 は、最大有効射程距離が 400km にも及ぶと見られており、速度はマッハ6にも到達すると言われている。中国が、自国の沿岸部に、この S-400 を配備した場合、尖閣諸島までの距離は、およそ 330km ほどであるため、すっぽりと、その周囲を、攻撃可能な範囲に収めることとなり、航空自衛隊の戦闘機を、そのエリアから、締め出すことが可能となる。そのため、日本側としては、中国が配備するであろう、沿岸部への S-400 を念頭に置き、そのおよそ 400km とされる射程外から、2022年時点での主力戦闘機である F-15J イーグルや F-2 を使用した攻撃を行える体制の構築が急務となっている。
航空自衛隊では、2022年現在、いわゆる第4世代戦闘機として、F-15J イーグルの近代化改修済みの機体を約100機、F-2 を約90機、そして、最新鋭の第5世代戦闘機として、F-35 ライトニング 2A 型を27機保有して運用中ではある。F-35 ライトニングには、A 型を105機、B 型を42の合計147機を現時点では調達する計画ではあるが、数の上では、まだまだ、F-15J イーグルや F-2 が主力であり、これらの戦闘機に実装する兵装を、超射程化することで、戦力を保つしかない。S-400 が、F-35 ライトニング2のような第5世代戦闘機のステルス性能を持った機体をその程度抑止できるのかは、未知数であり、近年慣れに見る大国同士の戦争となった、ロシア・ウクライナ戦争でも、そうした最新の戦闘機等は、ほとんど投入させれおらず未知数だ。ロシア・ウクライナ戦争では、両国ともに全般的な航空優勢を確保するには至っておらず、現在は、東部のドンバス地方を制圧中のロシア軍が、かろうじて、その地域限定で、ある程度の戦闘攻撃機による空爆を実施するに止まっている。それだけ地対空ミサイル網が張り巡らされた地域への航空戦力による攻撃は、その損害に比して得られるものが少ないこと、費用対効果に見合わないことが表面化しており、長射程で、精緻な兵の必要性が実証させれていると考えられる。さて、これまで見てきたように、2023年度の防衛費の概算要求では、長射程のスタンドオフミサイルの取得を推進する方策に重点が置かれているが、政府としては、これ以外にも、6つの項目を挙げ、防衛力の抜本的な向上を唱えている。その一つが、陸上配備型のイージス・アショアに代わるイージスシステム搭載艦の建造で、従来のミサイル防衛に止まらず、1-2式地対艦誘導弾弾の能力向上型等の新型ミサイルの実装も、視野に入れての運用が検討されている。次が無人航空機であり、これまでの偵察、監視用途以外に、攻撃にも使用可能な機体の研究に着手するとされ、また、陸、海、空の3自衛隊にまたがることに加え、宇宙やサイバー空間を包括する作戦領域の拡充体制の構築も挙げられている。さらに、人工知能の活用による情報戦分野への取り組みの強化、最後に、3自衛隊の持続性と強靭性の向上を図るため、人員を収容する施設の増強と、弾薬類の生産と備蓄の体制を強化することが盛り込まれている。中国海軍、遼寧の裏歴史に、今回は、詳しく見ていきたいと考えています。中国資産家が、海上ホテルにする目的で購入した、遼寧、ウクライナから、購入していたんですね。しかし、購入後の、資産家に待っていたのは、この、遼寧を中国政府に接収されたのです。やはり、中国ですね。信用ができませんよね。中国国内では、民主制は関係ないのです。旧東側の今は、嘘とばかりでやりたい放題です。
遼寧の黒歴史を詳しく見ていきます。今年2022年6月に、中国は、上海において、同国海軍初の航空母艦、遼寧から数えて、3隻目、国産の航空母艦としては、山東に次いで2番目となる、福建を進水させ、同艦は、2026年前後での実戦配備が予想されている。この、福建は、中国海軍の航空母艦としては、初めて、カタパルト、それもアメリカでも、未だ、最新鋭の、ジェラルド・ R ・フォード、1隻にしか搭載されていない、電磁式を装備する予定とされ、大きな注目を集めている。これによって、福建以後の中国の航空母艦は、艦載機をカタパルトによる、発艦、そして、アレスティングワイヤーを用いた着艦を標準とする、アメリカの大型原子力航空母艦らと同様な運用形式となると目されている。こうしたカタパルトやアレスティングワイヤーを用いた艦載機の運用が従来のスキージャンプ式による方式よりも注視される理由は、前者が格段に艦載機への兵装や燃料の搭載量を増加させられることが明白なためだ。航空母艦の持つ攻撃力とは、ひとえに艦載機、個々の兵装の持つ破壊力と攻撃可能範囲による、それらの総和で決まるため、艦載機の数が仮に同一であっても、カタパルト式とスキージャンプ式では、大きく前者が勝ることは、二言を要さない。そうした歴然とした差がありつつも、現在の世界の海軍の中でも、カタパルト式の航空母艦を実際に保有、運用しているのは、その技術的な難易度の高さから、アメリカ海軍11隻と、フランス海軍1隻に止まっていた、状況だった。これまで、カタパルト式の航空母艦の運用経験のない中国海軍が、実際に、予測通りに、2026年頃までに、福建の未稼働を行うことが可能か否かは、未だ判断はつかず、その艦載機をはじめとする、運用体系の構築には短すぎるようにも感じられる。したがって、少なくとも、今の予想通りに、福建の戦力化がスムーズに推移したとしても、向こう3年ほどは、現行の遼寧や山東が中国海軍が投入し得る航空母艦であることに、大きな変化があるとは言えないだろう。その意味では、特に、2019年の山東の就役後には、練習用の航空母艦とみなされるようになった遼寧も、未だ中国海軍の中では、貴重な航空戦力を投射可能な艦艇であり、最近も精力的な活動を行っている様子が伺える。今年2022年5月には、遼寧を中心とする空母機動部隊は、沖縄本島と宮古島間の宮古海峡を抜けて、先島諸島の南方海上まで進出し、その海域において延べ、300回にも及ぶ、艦載機の発着艦訓練を敢行したことが、報じられている。この時に、遼寧以下、その空母機動部隊を構成していたのは、ルーヤン2級ミサイル駆逐艦1隻、ルーヤン3級ミサイル駆逐艦3隻、ジャンカイ2級フリゲート1隻、冬級戦闘支援艦1隻の合計で7隻に及ぶ艦艇群だった。日本の海上自衛隊では出雲、片護衛艦1番艦の出雲や P1 並びに P3 哨戒機を、これらの中国海軍の遼寧やの空母機動部隊の監視任務に従事させ、それらの行動についての詳細な情報収集活動を行わせている。ここで得られた情報の一部が、先に挙げた、遼寧からの、延べ300回に及ぶ、発着艦の回数であり、この時、遼寧が艦載していた戦闘機は、J15 が、総数で9機ほどと見られ、その機体数を考慮すれば、決して少なくはないと考えられている。
遼寧は、基準排水量 58,500トン、満載排水量 67,500トン、全長 301.0メートル、全幅 78.0メートルの艦隊を持つ、中型の航空母艦であり、最大度機で J15-24機、各種の回転翼機を12機ほどは搭載することが可能とみられている。そのため、今回ここに挙げた事例では、J15 に関しては、最大時の想定のおよそ 40% 弱しか搭載していなかったこととなり、フルに搭載していた場合には、計算上ならば、800回に相当する発着艦回数を実現している可能性もある。ただし、現状の中国海軍の遼寧は、運用可能な空中給油機を持たないことから、J15 の作戦行動範囲は、おのずと限られ、発着艦回数が、ここまでの多数に到達していても、アメリカ海軍の航空母艦並みの攻撃力には、未だ到底及ばない。さらに、遼寧は、2022年8月上旬には、アメリカのペロシ下院議長が、台湾への訪問を行ったことに伴い、その行動への反発から、台湾周辺の6カ所もの空海域で行われた中国軍の大規模な軍事演習にも参加したことが公表された。ここには、遼寧以外にも、山東も、その名が、参加艦艇として挙げられており、昨年2021年の一時期、日本のインターネット上では、山東が、深刻なトラブルを抱えて稼働できない状況にあると、伝えられていたことを覆した。日本で、山東についてのそのような、いわば、誤報がルフされてしまった背景には、一部の衛星画像で捉えられた、山東の飛行甲板上が、他の部分と異なる色合いに見えたことを、何らかの損傷を負っていると、誤認したことが、原因のようだ。今回の大規模軍事演習に、山東の参加が公表されたことを見ても、それが誤報であったことは間違いないようだが、県の飛行甲板の色合いの違いとは、単なる甲板清掃でそのように見えたのではないかとも指摘されている。こうした単純な誤認による虚偽情報の拡散は、これが山東について平時の状況で起きたものであることから、大した問題ではないように感じられるかもしれないが、有事であれば、非常にマイナスに作用する危うさを感じさせる。それは、たった少しの不鮮明な画像をもとに、事実と全く異なるず、右折が簡単に拡散されてしまうことを意味しており、現在のロシア・ウクライナ戦争でも、双方が、互いに自国に有利な情報を発信していることへの判断にも通じるものがある。ロシアは、もとより、ウクライナ側も、自国にプラスに作用するよう、真偽の入り混じった情報を拡散する、情報戦を続けており、表面的で表層的な解釈だけでは、実際の戦況を正しく認識することは、非常に困難な状況にあるだろう。さて、話を、遼寧に戻せば前述したように、中国海軍が同艦を就役させたのが、2012年であること、その最初の航空母艦であることなどから、比較的に、最近の艦艇のように思われるかもしれないが、飛行自体は、37年も前の1985年だ。遼寧は、当時ソ連だった時代に、同国海軍のアドミラル・クズネツォフ級航空母艦の2番艦、ワディャーグとして、現ウクライナのムコライウで寄港されたが、1991年の旧ソ連の崩壊で、完成を見ることは、できなかった。ワディャーグは、旧ソ連から分かれた、ロシアとウクライナとの間で、帰属をめぐる争いが起こるが、1993年に、ウクライナの所有が確定するも、やはり完成には至らず、1998年に、マカオの中国系企業が、カジノとしての再利用を口実に入手した。こうした経緯を経た後、2002年に、ワディャーグは、
マカオではなく大連へと栄光され、3年後の2005年に選挙に移されて、ようやく2011年に完成、遼寧となって、翌2012年に中国海軍に引き渡されて、収益を迎え、今に至っている。実に、遼寧は、1985年にワリャーグとして寄港されたことを考慮するならば、2012年の収益時点でも、すでに、慣例27年を経過した老旧艦であり、今年2022年では、37年という、旧式艦艇であることは、間違いがない。まあ、アメリカ海軍の、現在の航空母艦の主力で、10隻を数えるニミッツ級も、一番艦の、ニミッツは、1968年寄港で、1975年の就役であり、単純な慣例のみで、その有用性に判断を下すことは避けるべきかもしれない。韓国 KAI 社開発の KF-21 試作第1号がタキシングテストに成功したとの情報をキャッチしました。今回はタキシングテスト成功と KF-21 の中身について詳しく見ていきますね。国産部品ってそこまでないような気がしますし、意外に飛んだのでよかったですね。F-35A とは、昨年2021年4月に製造元である KAI、韓国航空宇宙産業社のキョンサンナムドのサチョン工場において、試作機の初出庫が行われた、韓国の国産戦闘機である KF-21 ポラメが、サチョン空港に姿を現した。今回は、2022年7月8日のことであり、KF-21 ポラメは、サチョン空港において、自らが搭載している機関部を使用して地上を移動するタキシングテストを行うためにその場に姿を見せたことが報じられている。ここで KF-21 ポラメは着陸時に使用するアレスティングギアを下ろした状態で滑走路の走行を行うテストを成功させており、今後は7月中に実際の初飛行を行うスケジュールで開発計画が進行していく予定である。KF-21 ポラメの開発を推進している韓国防衛事業庁と KAI、韓国航空宇宙産業社によれば、同機の初飛行は中旬の10日からの週かもしくはその翌週となる見込みで、およそ40分の時間が予定させているとされている。この初飛行を成功させた後には、さらにKF-21 ポラメは、地上でのテスト、及び飛行テストを継続し、それらの過程を無事に終了することを前提として、2026年頃からの量産機の製造に着手されるものと考えられている。昨年4月に行われた KF-21 ポラメの試作機の披露、及び命名式では、前、文韓国大統領が、同期の韓国空軍への配備数の計画を2028年までに40機、2032年までに120機が目標だと公表しており、これに向けた準備が進められていくのだろう。韓国サイドの見解では、アメリカの F-A18E、F スーパーホーネットやユーロファイタータイフーンを 4.5 世代戦闘機、F-35 ライトニング2を、第5世代戦闘機であるとする一般的な見方になぞらえて、
KF-21 ポラメの位置づけを定義している。それによれば KF-21 ポラメは、いわゆる 4.5 世代機と5世代機との中間に位置する機体であり、前者よりも、先進的なステルス性とアビオニクス類を備え、そうした電子機器類も、韓国の国産品を随時搭載していくと述べられている。韓国側は、KF-21 ポラメの開発理由を、自国の都合に応じて、製造や修理、またアップデート等が可能であり、また、国産の兵装やそれを運用するための仕様変更等も、自由に行えることが、最大の利点であると、強調している。これに対して、おおむね、アメリカ製の戦闘機を指していると考えられる、この指摘では、故障時の消耗部品の交換や修理に際しても、原産国の数々の制限が課されることを引き合いに出しており、理論的な整合性はあると感じられる。日本でも、現行の F2 戦闘機の開発に際しては、結果機関部の国産化の技術力の欠如や当時の政治的な思惑もあって、アメリカの F16 ファイティングファルコンをベースとせざるを得なかったが、同様の課題が発生した経緯もあるからだ。そうした点から見れば、韓国の KF-21 ポラメは、日本で言えば F2 戦闘機の後継機となる次期戦闘機の開発理由とよく似た背景を持つ機体であり、他山の石として、今後の開発の進捗を観察していくことは意味があるだろう。韓国における KF-21 ポラメの開発計画は、今現在の2022年から21年前となる2001年まで遡り、当時の韓国の金大統領の政権時代に、KFX 事業と銘打って始められたものであり、国の命運をかけた一大事業と見さされている。KFX 事業は、その当時の予算額で、およそ8兆8000億ウォン、日本円に、して、およそ9200億円に相当を投じた韓国の国家的大事業であり、戦闘機を国産で製造するという、技術的な側面はもちろん、経済的にも、投資額が、莫大な計画だった。ただ、韓国としては、国産初の戦闘機は、KF-21 ポラメではなく、同じ KAI、韓国航空宇宙産業社が開発、製造を担った FA-50 が、先に存在しており、ここで培われたジェット戦闘機の設計や、製造の技術が用いられていると言える。FA-50 は、ジェット戦闘機の練習用の機体として開発された T-50 練習機に対し、簡易的な戦闘爆撃機となるように、レーダー、等のアビオニクス類や兵装を施したもので、フィリピン空軍では、12機が2017年から実戦配備されている。T-50 は、1992年から開発に着手されていたが、当初は KTX-2 と呼称されており、2000年に韓国空軍が創設からちょうど50周年を迎えたことを契機に T-50 に名称変更され、2002年の初飛行後、2005年から同空軍での運用が開始された。T-50 は韓国空軍向けの F-16 ファイティングファルコンである KF-16 の導入のバーターとして、アメリカのロッキード・マーチン社からの技術供与を受けて、KAI、韓国航空宇宙産業社が開発したため、それが功を奏したとも言える。それは、ジェット機の練習機としては、決して安価ではない T-50 だが、技術供与を受けたロッキード・マーチン社の F-16 ファイティング・ファルコンとのシステム上の互換性が高く、それらの使用国への輸出が期待できるからである。実際、そうした海外への販路の開拓には、ロッキード・マーチン社と KAI、韓国航空宇宙産業社とが協調して従事しており、F-16 ファイティング・ファルコンの採用国に対して、少なくとも、600機ほどのニーズがあると見られている。
そのため先に挙げたフィリピン以外にも、アジアでは、インドネシアとタイが、T50 系列の機体を採用。また、中東のイラクでも採用されるなど、韓国としては、軍需用の航空機の海外輸出品として、T50 は、重要なポジションを担っている。ことに、インドネシアは、T50 系統の機体が、初めて輸出された国であり、合計で16機ほどを調達しているが、ここで獲得した同国とのコネクションをベースに、KF-21 ポラメに関しても、同様に導入されることが決まるなど、関係が強化された。インドネシアと韓国とは、当時 KFX と呼ばれていた現、KF-21 ポラメを、2014年11月に、両国で共同開発を行うとする契約を締結し、その開発の初期費用について、インドネシア側が2割、韓国側が8割を負担することが発表された。ただし、翌年の2015年9月になると、インドネシア側が、この契約を取りやめることを表明。その理由を、KFX、KF-21 ポラメの開発スケジュールが、予定通りの進捗をしていないと説明されたが、この展開には、韓国側は納得しなかった。この問題は、紆余曲折を経て、2022年の今は、落としどころを見つけて、元の鞘に収まっているが、発展途上国への兵器輸出には、少なからぬリスクが生じる可能性があることを、改めて、実に提起したケースであったと思われる。余談だが、2015年には、KFX、KF-21 ポラメのプロモーション映像に、日本の複数のゲームソフトの一部の内容や、アメリカ映画の音楽の無断使用が発覚する騒ぎがあったが、韓国政府、KAI、韓国航空宇宙産業社とも説明責任を果たしたと見えない。結局、この KFX、KF-21 ポラメのプロモーション映像からは、問題とされたシーンを削除しての公開が続けられており、今も、YouTube 上では、およそ10分半ほどの、このプロモーション映像を視聴することが可能である。多分、日本で、仮に、同様な形で、韓国のコンテンツを無断借用した、何らかのプロモーション映像などが発覚したならば、相当な反発が韓国側から寄せられることは想像に難くないと個人的には思えてらない。ドイツ空軍トーネード戦闘機後継機問題に、ようやく決着。ついに、F-35A 戦闘機に、決定との情報をキャッチしました。今回は、ドイツ空軍トーネード戦闘機後継機は、F-35A 戦闘機に、決定を詳しく見ていきますね。F-18 ホーネットより、ステルス戦闘機の方がいいでしょう。2022年7月28日、アメリカの国務省は、ドイツに対して、いわゆる第5世代戦闘機であるロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング 2A 型の売却を認め、同国議会に、その旨を通知したことを明かしたため、長らく続いた問題に、終止符が打たれた。ドイツ側としては、すでに、2022年、
3月14日に、この F-35 ライトニング 2A 型の導入を、現行のパナビアトーネード戦闘爆撃機の代替機として決めていたこともあり、今回、アメリカ側で、その方向が追認された形ではある。アメリカの国務省は、このドイツに対する F-35 ライトニング 2A 型の35機の売却を対外有償軍事援助にて行うとしており、総額でおよそ 1.2 兆円、1機あたり343億円ほどの金額になると推定され、決して安価ではないように見える。しかし、この35機で、およそ 1.2 兆円、1機あたり343億円という総額には、F-35 ライトニング 2A 型の機体本体だけでなく、各種の兵装類や消耗品類、保守費用、トレーニング費用等も含まれているため、単純な比較は困難である。日本の航空自衛隊の場合、F-35 ライトニング2に関しては、A 型並びに B 型の2機種が調達されることとなっているが、予算下積みの1機あたりのこれまでの調達価格は、およそ120から130億円程度が平均の金額となっている。2022年9月現在、日本では F-35 ライトニングには A 型を105機、B を42機の合計で147機の調達が計画されているが、この数をして批判する側は、アメリカの言い値で故安倍首相が押し付けられたかのような主張を展開する。しかし、今回のドイツの金額と、そのまま比べられるものではないとはいえ、こうした批判が、いかに的外れなものであるのかが、よくわかったのが、アメリカの国務省が提示した、そのドイツに対する総額だったとも言えそうだ。ドイツも、ついに F-35 ライトニング2を導入する世界で、17番目の国に、名を連ねた形ではあるが、この動きの裏にあった最大の動機は、やはり、2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵攻を抜きにしては語れない。ドイツは名実ともに、NATO 加盟国中で、最大の経済規模を持つ大国ではあるものの、冷戦時代には、東西に分割された状況に置かれ、有事の際には、旧ソ連をはじめとする、ワルシャワ条約機構軍と対峙する最前線という地理的環境下にあった。そのため、ドイツは、当時は西ドイツではあったが、陸上戦力を中心に東側への備えを行っていたが、1991年に旧ソ連が崩壊したことで、ワルシャワ条約機構軍の脅威も消滅したことで、長らく続く軍備縮小の時代を迎えた。さらに、ドイツの東側に位置していた旧ソ連の衛星国の多数が EU や NATO の加盟国となったため、ドイツ自体は旧ソ連の後継国家となったロシアに直接攻め込まれる危険性が大きく減少したこともあり、軍備の必要性も比例して下がっていった。ドイツは、自らが第二次世界大戦時には、旧ソ連に軍事侵攻を行ったことは、言うに及ばず、第一次、世界大戦でも、帝政ロシアと戦った過去があるが、そうした仮想敵国であったはずの現ロシアとは、近年は、経済的な関係を深めていた。これは、旧ソ連崩壊後に成立した現ロシアに対して、対立ではなく、協調関係を選択したといえば、聞こえはいいが、身のところ、仮想敵国と国境を接さなくなったことで、ロシアからの安価な天然ガスの供給欲しさの経済的な動機を優先させたものだろう。ロシアによるウクライナ侵攻によって、西側諸国と歩調を合わせたドイツは、ロシアから、この天然ガスの供給に使用されていたパイプラインのノルドストリーム1を停止され、同2の稼働も見送られることに直面している。ドイツのみならず、西側のヨーロッパ諸国の多くが、こうしたロシアからの天然ガス等のエネルギーの供給に依存していた状況は、ロシア・ウクライナ戦争における、
ロシアの西側諸国の出方をプーチンに過信させる大元ともなった。現在のロシア・ウクライナ戦争では、2022年8月末頃より、ウクライナ軍の反攻作戦が開始され、多くの軍事関係者の指摘とは異なり、南部のヘルソン地域ではなくハルキウ州方面において、大規模な攻勢が行われている状態である。このまま、ロシア軍が、ウクライナの北部や東部から、駆逐されていくのか否か、今後の戦局の動きに、大きな注目が注がれているが、仮に、そうした方向に進み、今回のロシア・ウクライナ戦争の落としどころが見えてきても、その後は不明瞭だ。さすがに、ロシア・ウクライナ戦争を目の当たりにした、ヨーロッパ諸国の間では、1991年の旧ソ連の崩壊に伴う、軍縮の流れからは、大きく変化しようとしているように見えるが、どの程度まで、ロシアの影響力が低下するかによるだろう。さて、ドイツの F-35 ライトニング 2A 型の調達決定という、本題に話題を戻せば、ロシア・ウクライナ戦争の世紀に関わらず、現行のパナビアトーネード戦闘爆撃機の退役は、2030年と迫っていたため、代替機の選定は必須だった。ドイツは、その代替機として、2020年には、アメリカの F-A18 スーパーホーネットを選定していたが、これは、ドイツが、自国では核兵器を保有していないものの、NATO の枠組みの中で、アメリカの核兵器を運用する必要性があったためである。この、NATO 内での、アメリカの核兵器の共有の施策を、ニュークリアシェアリングと呼ぶが、ドイツ以外にも、イタリア、オランダ、ベルギー、トルコがこれを行っており、その核兵器を運用する手段に、航空機を用いている。ドイツでも、この核兵器の運用のため、具体的には、戦術核の B61 モッド12を搭載可能とするために、F-A18 スーパーホーネットを選定していたが、2022年1月に、アメリカの国家安全保障局が、その統合可能な機種から、同機を外したことで、問題が再燃した。これまで、このニュークリアシェアリングを維持するために、ドイツとイタリアは、パナビアトーネード戦闘爆撃機、オランダ、ベルギー、トルコの3カ国は、F-16 ファイティングファルコンを、その運用航空機としてきた。すでに、ドイツを除く、イタリア、オランダ、ベルギー、トルコは、今後、その用途を担う航空機に、F-35 ライトニング 2A 型を選択し、導入を決めていたが、ドイツのみは、フランスとの兼ね合いから、政治的に、その方向に進めていなかった。これは、ドイツが、フランス・スペインとの間で進めている FCAS、フューチャー・コンバット・エア・システムの進捗に与える影響を鑑みてのことであり、アメリカにのみ依存しない、ヨーロッパ製の戦闘機開発を機としていたからである。ただし、この FCAS、フューチャー・コンバット・エア・システムに関しても、ドイツとフランスとは、2度の世界大戦をはじめ、過去に、数多くの戦いで、矛を交えた経緯があり、理念のみで成立する間柄とは、一概には言えない。すでに、これまでも、FCAS、フューチャー・コンバット・エア・システムをめぐる、ドイツとフランスの間では、不協和音もたびたび聞かれ、自国で、独自に、戦闘機開発を担っている、フランスの脱走者が、また単独開発を志向するような動きも漏れ聞こえている。日本でも F2 戦闘機を代替する次期戦闘機開発に関して、これまで本命と思われていた、アメリカのロッキード・マーチン社の技術支援を仰ぐ方向から転換し、イギリスの、テンペスト計画との統合が鮮明となるなど、慌ただしい変化が起こっている。かつては、ドイツ・フランス・スペインの FCAS、フューチャー・コンバット・エア・システムと、テンペスト計画の統合が囁かれた時期もあり、最後の有人戦闘機開発とも言われる、この動きの着地点は、
未だ定まってはいないようだ。